元フェアリーズのメンバーで、9月3日に解散す、4人組ガールズグループやプレス、U プラスの林田、ヒが6日、自身の X、Q、ツイッターを更新、7月29日をも、手動グループを脱退したことを報告した。林は、この度、林田誠ヒは2023年7月29日を、持ちまして、グップを脱退することとなりました。突然の、 お、出せとなり申し訳ございませんと説明。やっプレスのめ、バーとして活動できたこと、誇りに思います。れからも活動は続けますので、今後とも応援、よろしく、お願いいたしますと記した。また道具、プノエックスでは、この度、メンバーの、林田誠博二席。まして、事務所と当人で協議を行った結果、 ヤップレスと手の残りの期間を共に活動していくことが何という判断に至り、2023年7月29日府でヤップレスとしての活動を終わりし、事実上の解雇処分とさせていただきまし、ことを報告いたしますと伝えられた。解散は残り1ヶ月という少ない期間ではありました。応援してくださるファンの皆様の期待を裏るような形での報告となりましたこと。 心よ、お詫び申し上げますと謝罪。ヤップレスは9月3日のイベントをもって解散することが決定しております。残りの活動は、小形俊水、中西かなの2名で精神、一人組んで参りますので、今後ともヤップレスの王をよろしくお願いいたしますと呼びかけた。グループは元アンジュルムの中西かな、元の坂46の川後、春奈、元モーニング娘。の小形俊水。 元、エアリーズの林田の4人で結成された。今年7月8、に、9月開催の結成2周年を記念したイベントを、で解散すると発表。翌9日には、川子が脱退し、いる。